平治物語は、平治の乱の天末を描いた、軍記物語、作者不詳。平治元年、後白河上皇法最大の武力勢力であった、平野清盛が、熊野三系に出かけた隙を狙って、かねてから藤原道のと後白河の朝愛をめぐって、権力争いを起こしていた、藤原信頼が、方言の乱での昇与などで、平家の圧迫に不満を覚えていた。 源の義朝を語らって拒兵する。上皇を大代理で監禁、道のりを殺害し一度は牽制を握るものの、熊野から引き返した平野清盛に敗れ、信頼は処刑、義朝も暗殺される。以降、平家政権の前世や没落、鎌倉幕府の成立などまでを描いた書本も多い。方言物語や平家物語と同様、和寛根古文で除述されている。 書本によって内容に移動は大きいが、悪元太義平の武丹や、源義経の母である、時は午前が、老いた母のために清盛のもとへと赴く愛恋の話が中心を占めている。方言物語と同様に源氏に対して、同情的な内容であるのが特徴である。平時物語については、成立、作者に関しては、確かな資料は多くない。ただし、 成立に関して言えば、第一類本である学習院大学図書館造本が、源の頼朝の死に関する記事を含んでいるので、これ以降であることは確実。この頼朝の死を含まない本文もあるが、長住や洲明の説によって、第一類本が最も個体本文であることが、ほぼ承認されている。また、石井幸夫によって、遥か秋月正創の歓迎四年の執筆箇所に、 物語古体本の断片が存在することが確認されており、少なくともこの年以前には成立していたと目される。これは絵巻である、平時物語絵言葉の書風を、藤原教科の晩年、県庁年間のものであると認定した松原修の説とも合致しており、以上の説によれば13世紀半ばには成立していたという点は動かないと思われる。そして、普通衝道集には、 方言、平家と並んで、琵和帽子の語りが広まっていたことが記されており、13世紀後半には、物語は広く浸透して、ものと判断される。作者については、近世までは、方言物語と同一と見る理解が通説であったが、近年は別人であると考えるのが、一般的である。誰であるかは不明。なお、成立、作者に関しては、方言物語の成立、 作者と重なる点が多いので、そちらも参照されたい。ありがとうございます。